科学新書は川本美幸民によりドイツのユリウス・シュテックハルトの大修レデあアえみのオランダ語訳版を原本として翻訳された科学書である。1861年に出版された。本書で科学という言葉が日本で初めて用いられた。その内容は第1部が無機化学、第2部が有機化学となっており、全部で15巻あった。 印刷刊行はされず、公民が教授職を務めていた版書調べ書において、その写本を教科書として使っていた。明治時代になると、公民は本書と他の科学書の内容を合わせて、科学通を出版した。宇田川洋案の精密改装と、並び江戸時代末期の代表的な科学書とされる。生未改装と比較すると、原子や分子、化合物、化学反応式といったより、 最新の概念が紹介されている。無機化学の末期においては、核元素や化合物についての格論が詳細に記述されていた。それらの中には、硫酸や塩酸といった酸や、ナトリウムやカリウムなどの軽金属、マンガンやコバルト、鉛といった重金属など、多くの元素や、その化合物が網羅されていた。公民は、核元素に水、炭、 質、酸などと漢字の元素記号を当て、分子式を例えば脳には質酸二のように表現していた。化合物について記述する中で、原子の結合による分子形成の概念が図を用いて説明されていた。ここでドルトンの原子説が初めて日本に移入された。有機化学の末期では、植物成分は主に水素、炭素、窒素、酸素の4種類の元素からなると説明しており、 分子式を用いた異性体の概念の説明も見られた。さらにタンパク質やアセチル、アルデヒド、ラジカルなど最新の有機化学の知見も多数含まれていた。また酒の発酵に関して詳細に記述されていた。この知識をもとに公民は日本初のビールを醸造したのではないかと推定されている。現在、日本学シーンに科学新書を含む 多数の関連する資料が所蔵されている。これらの資料は2011年に日本科学会によって科学遺産として認定された。ありがとうございます。